視聴者さんから届いた使ってみたら弱かったポケモンたくさん来てるんで紹介します。ジャコノミもしくはレンブノミタルップル。タルップルは特性熟成を持ってまして、木の実の効果を2倍にすることができます。ジャコノミレンブノミはそれぞれ物理技特殊技を受けた時に相手の体力を8分の1削るという持ち物。これがタルップルの特性により相手の体力を8分の1ではなく4分の1削ることができます。それを技リサイクルで何度も回収して相手に固定ダメージを何度も与えていくっていう方なんですけど、これ考えた時天才かって思ったけど、ありえん弱かったって書いてありますね。多分そうだろうなとは思う。っていうのも一回攻撃したらもうこっちの手の内がバレちゃうんですよね。ジャポノミが発動してリサイクルをしてまたジャポノミを持ったってなって、それでも物理技で攻撃しようという人はまあいないでしょう。鉄壁自己再生なんかとの噛み合わせも非常にいいんですが、1サイクル目だけ強いのかなと。こういうのはリサイクルした後がまあ弱かったのかなというふうに想像できますね。こういう可能性をたくさん感じさせてくれるデザイン好きなんだけどな。いつも可能性だけなんだよな。おすすめのチャンピオン。